どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。はい、毎週日曜日はですねガズギターということで、本来ですと今ご覧いただいているこの YouTube チャンネルはガズレレ YouTube チャンネルといって、このウクレレのね、レッスン動画を公開しているチャンネルなんですけど、日曜日だけはギターレッスンやっております。やってみたいなと思った方は、ゼロからちょっとねガズギターならではのあのこれ宇宙一簡単というねやり方があるんですよ。概要欄にそのね入門とか入り口のページを貼っときます。ホームページの1枚、その順番通りこう見ていただいていただくとですね、再生レストがいいかもしれないな。まあ両方貼っときますけれども、すごくあの斬新なギター教室となっておりますので、ぜひその概要欄からですねまず始めていただければというふうに思います。そして一個ご提案なんですけど、皆さんいきなりギターを挑戦するよりも、ウクレレからスタートして、ウクレレである程度ね弦楽器のねイロハをマスターした上でギターにポンとこうね横移動するとすごくねかなりそれもねいい流れになりますんで、ウクレレの方が最初すごく簡単なんですよね。ウクレレも楽しいんでぜひやってみてください。ウクレレもやりたいなと思った方は概要欄にももちろんウクレレの、最初からできるあのプログラムのね URL 貼っとくんで、ちょっとそこからねウクレレもチャレンジしてみるのもおすすめでございます。はい、そういうことでですね、日曜日やってるんですけど、まあいろいろね曲のレッスンだったりなんか裏技とかちょっとねあのレッスン方法だとか紹介してるんですけど、今回はですね、クリスマスあともうちょっとということで、曲のレッスン、取り上げていきたいと思います。今日取り上げたい曲は、はい、これ。Last Christmas Wham でございます。この曲、もう皆さんご存知だと思うんですけど、もちろん英語なんですけどね、これね、演奏結構ね、簡単コード4つだけでできるということで、このガズギターでもこれは取り上げておこうということでやっていこうと思います。出てくるコード4つということなんですけど、はい、ガズギターではですね、いつも2バージョンやってます。最初の前半は初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしている、コード左手指2本だけで押さえられるコードで、ゆっくりと初心者さんらの演奏をやって、後半はですね、かっこいいバージョンはちょっとコードの響きゴージャスにしまして、あとリズムもちょっとこだわったバージョンで、後半はかっこいいバージョンをやっていこうと思います。2バージョン最後までぜひご覧になってください。で、まずはね、最初初心者さん向け指2本だけで押さえられる超簡単アレンジバージョンでいこうと思うんですけど、出てくるコードはこの4つでございます。見てもらうとわかるように全部指2本だけでできるよということで、ございます。と、はい、まずシンプル簡単バージョンゆっくり4つ弾きでやりますんで、結構安心だと思うんですけど、これ何回言いますけど英語の曲なんでですね、英語はですねやっぱりどうしたらいいかというとですね、後でもちょっと解説しようと思うんだけれども、モノマネしてその気になって調子に乗ってやる、これが一番の早道でございます。さあやっていきましょう。ラストクリスマスガズギター流超シンプル簡単バージョン指2本コードバージョンの方からまず最初にやってみる。1、2、3、はい、
はい、ワムのラストクリスマスガズギター式超簡単アレンジバージョン、指2本コードだけでやってみました。これ循環コードなんですね。ずっとこのコード進行、このパターンをねぐるぐる回しているだけなんでですね、演奏は比較的簡単なんですけど、こういう簡単なこのね、あの循環コードの曲でやっぱポイントになるのはやっぱリズムキープだと思います。今のはシンプル簡単バージョンだったんで、ダンダンダンだってこういうね、指弾きで4つ弾きでやったんですけど、こういうのがですね、地味にですね、リズムトレーニングにすごいなると思います。それでしかもですね、さっきも言ったけどこれ英語ですからね、英語はなかなか、英語に気を取られるとリズムが乱れたり、次のコードなんだっけってなったりしがちなんで、まあやっぱり英語っていうのはね、その英語っぽく歌うって結構ね、まあ難しいんですけど、これさっきも言ったんですけど、この洋楽を歌うポイントちょっと今からザザッと言うとですね、モノマネして、例えばその CD とかその音楽、そのね今日で言うとラストクリスマス聞き込んでですね、その歌詞カードあんま見なくてもいいです。最初は言ってる真似をする。であと英語って例えば奥行きがあるんですね。ここで響かせるという要素がすごく大きいんで、まあ発音の話になりますけど、じゃあ例えば英語っぽくね、ラストクリスマス I gave you my heart ってこうね、日本語で言ったらラストクリスマス I gave you my heart じゃないですか。だけどこれ英語っぽく言うと Last Christmas I gave my heart舌を巻いたりに、立体感がやっぱあるんですよ、この奥行き。これをですね、やっぱ真似するしかない。もうパクってパクってモノマネして調子に乗る。もうね、もう自分はもうずっとアメリカにずっと住んでますみたいな、私イギリス在住30年ですみたいなような顔をしてですね、イギリス生まれですみたいな、そういうテンションでね、やっぱり行くのがいいと思います。 Oh yeah みたいな感じでですね、そのアホになるっていうかね、アホになるって言っちゃいけないけど、こう調子に乗るっていうか、その要素がないと英語の曲って永遠にですね、だってそしたらさ、ラストクリスマス I gave you my heart って、それはちょっとね、あんまり滑らかさがやっぱないやん。やっぱり調子に乗るのがいいと思うんですね。で、あわよくば調子に乗ったまんまですね、もうずっともう一生そのままでいて、我に帰らないでください。これが人生を楽しむ秘訣じゃないかなというふうに思ってるんですけど、結構これ英語の曲深いんでね、はい、ぜひぜひそれを楽しんでですね、英語の勉強にもなるわけですからね。そのラストクリスマス I gave my heart、 その後 But the very next day you gave it away ですからね、これ日本語英語で言うと But the very next day you gave it away ですからね、これを英語っぽく言うと But the very next day you gave it away、 こんな風にさっとこうなっちゃう。 Gave it away じゃないですよ、 Gave it away ですからね。そういうのをこう発見してモノマネしていく、これ英単語を日本語読みしてても絶対ね、ああいう風には歌えないんで、ね、そこをゲームとして面白がる、これがポイントだと思います。はい、でこういうところもあるんですけど、コードは簡単だったでしょ。今指2本コードだけ、これはもうね、皆さんどんな方でもね、もうすぐできますから、このコードはめちゃ簡単で、ここからじゃあかっこいいバージョンの解説に入ってもいこうと思うんですけど、かっこいいバージョンでちょっとね、C と G、 この2つのコードをパワーアップします。 C は、この赤いところが追加になりますからね、はい、2弦の1フレットが追加になって、コードの響きがこんな感じになります。はい、で G は今度は1弦の3フレット、この赤いところが加わって、この G、 これでやっていくんですけれど、これやっぱりかっこいいバージョンはね、やっぱリズムがちょっと今回はこだわりたいなと思っているところでございます。あ、その前に楽譜をね、ガズギターの楽譜をちょっと見せましょう。これですね、はい、ラストクリスマス、はい、ワムですね、入門コード4つです。はい、ガズギター式でやっていきましょうと。はい、この見て、最初から最後まで全部この C、C、A 星、A 星、D 星、D 星、G、G、これだけですから、これ循環コードです。はい、で、まあ見てもらったら分かるように、英語の歌詞がね、こんな風に入っておりますよということでございますがね、これはね、まあ、聞いてください。一応これもう、本当にこう映してるまんまでね、このコード進行がぐるぐる回ってるだけなんで、英語、このガズのノートの特徴を見て、この点でリズムが分かるようになってますからね、これをちょっと一時停止して書き出して、これリズムのかなり参考になると思いますんで、これを皆さんこの通りに書き出す。これがいいと思います。一時停止でね、はい、でここ感想を入れて、同じコード進行ですよ、ここからずっと同じコード進行だよ、びっくりしちゃうこれ、うん、でこのささやくところ、ハッピークリスマスだとかね、この A メロですね、
1番。あ、これガズギターのショートカットアレンジバージョンなんでね、1番やってもサビやってもラストのエンディングだったんですけど、フルコーラスやりたい方歌詞変えていけば全部できますからやってみてください。で、もう一個ここまで来たらサビに戻りますね。サビっていうのはここです。ラストクリスマスやって、2回目のサビ終わったらもうここ最後のエンディングのところですね。はい。Face on a lover みたいな、あの最後のこと、こちらね、歌いますし、かっこいいですね。で、ここで終わったというのがガズギターアレンジ。はい、出てくるコードはさっきも言ったけど、この4つです。はい。あ、じゃあ、ここからちょっとね、これを参考にして、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンは今も言ったんだけど、リズムにちょっとこだわりたい。ちょ、ピックを使いまして、前半はですね、ダウンピッキングでミュートです。ブリッジミュートをしたダウンピッキング。ちょっとね、やってみましょうか。こんな感じでいこうと思います。せーの。アクセント。ドンドンダンドンドンドンダンドンドン。はい、ブリッジミートっていうのはいつも言ってるけど、ここのところにこの手のこの部分をこう乗っけて音をくすぐらせる、 C を押さえていくとね。で、全部の弦はもう弾かないんですよ、こういうブリッジミート、完全なるブリッジミートっていうのは。つまりですね、この、C で言うと主に5弦、4弦、3弦ぐらいかな。で、オープンにするドンドンダンアクセント、これリズムキープなかなか大変です。ダウンピッキング、ドンドンダンドンドンドンダンドン、これも力入れないですけど、優しくていいですからね。はい、これをね、前半ずっとやって A メロまで行って、サビ戻ってきたところから8ビートのチャでこのリズムをやっていこうと思います。そうするとちょっとミュート崖気味ね。そうすると、段活用でいこうと思うんですね。で、さっきのダウンピッキングから8ビートに移り変わるときにリズムが違うリズムに変わるじゃないですか。ノリが変わらないように気をつけたい。そこで切り返しのところをやってみると、Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, you know I'll fool me again.こんな感じでスーッとね、同じ感じのテンポ感で流れるのがいいと思います。これがね、キーポイントかなと。はい、で、やっぱりこの曲もこのオープン、フルオープンで Last Christmas again、ミュートをかけずに弾くのもワイルドでかっこいいんですけど、やっぱりガズさんはちょっとこう落ち着いた感じの方が、あの、すごくクールかなと思って、ガズ式のこのブリッジミュートをちょっとにわかにかけた感じでやる。これをやっていきたいと思います。この弾き方に関しては、ガズギターでかなりですね、あの、いろんな角度から撮ったりとか、方法をいろいろレクチャーしてますんで、ちょっと過去のね、レッスン動画ちょっと遡っていただくといっぱい出てくると思います。あの、概要欄にもね、過去のね、再生リストとか貼っているんで、ぜひ見てみてください。さあ、そういうわけでちょっとゆったりまったりですね、コードは簡単ですよね。今も言ったようにやっぱ、ね、リズムとかこのシンプル曲ならではの奥の深さっていうのもかなりあると思いますがですね、ラストクリスマスガズギター流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ダウン、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 I keep my distance just in case my
やってみました。ワムのラストクリスマス。いやー、このですね、この最初のね、このちょっとこの落ち着いた感じ、好きです。これ、ミュートしないと、これミュートしなかったら、ちょっと勢いありすぎるんですね。このちょっとこのブリッジミュートで、この感じ、この平べったい感じといいますか、これ80年代っぽい感じなんですよね。これをちょっとべったりなこのリズムな感じがですね、案外これ機械的じゃないですか。こういうのって案外ですね、ギターとか難しいんですよね。どんどんダントンこのリズムキープで、途中でこのサビでやっぱさっきも言ったけど8ビートに変わる時のノリがね、やっぱり同じこうそのグルーヴが続くみたいなのがね、やっぱこの曲ね、簡単なだからこそ出てくるこの奥の深さみたいなのがありますかね。あとはもちろん英語の曲、調子に乗っていく、これ忘れないでくださいね皆さん。はい、ぜひ皆さんちょっとじっくりね、この曲コードとかは簡単ですけどね、その分で奥深さをこう感じていただけると思います。はい、モノマネで、やっていきましょう。はい、ガズギターなんですけど、皆さんからのコメントでですね、いろんな動画の、次の動画の題材にしたりとかしてます。不思議なこととか困ってることとか、どうやったらいいかよくわかんないとか、こんなことをいろいろ聞きたいなとか、コメント欄にね皆さん書いていただくとですね、ガズがそこに反応して動画撮ったりコメントを書いたりするんで、ぜひご活用くださいませ。さあさあ、そんなわけですね、今週もガズギター日曜日やってみたんですけどね、まあ季節の曲をね、自分が大好きな楽器で弾いて歌う弾き語りする、これ最高ですから、ぜひ皆さんゆっくりでいいんでね、マイペースでいいです。音楽は競争でもね、腕自慢でもないです。自分が豊かになるためにやるのが一番いい音楽のあり方だと思いますね。ゆったりと奏でていきましょう。ガズギターでした。ありがとうございました。さようなら。まあ、この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね。こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかっていうと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところだったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。ここに集まって